メルセデス EQ、メルセデスベンツ EQ は今後のファミリー向けバッテリー式電動輸送機器によって製造されるメルセデスベンツ。最初のモデルは2016年のパリモーターショーでジェネレーション EQ コンセプトビークルとしてプレビューされた。メルセデスベンツは2022年までに10個の EQ モデルを生産する予定で、そのうち3個は 同社の世界販売の15%から25%を占めるスマートブランドを持つ予定。メルセデス・ベンツの電気自動車の設計と生産の取り組みは全て EQ ファミリーを体としている。EQ ファミリーの最初のメンバーであるメルセデス・ベンツ・ E クックはストックホルムでの特別イベントで発表された。メルセデス・ベンツは 2022年までに10個の EQ モデルを設計及び製造する予定でこれらはすべて電気駆動系向けに特別に開発された単一のプラットフォームに基づきモジュール化によりあらゆるタイプの車両用に構成する。3つのモデルにはスマートブランドがある。ダイムラー AG ディーターゼッチ会長は新しいブランドはすべてのメルセデス・ベンツの電化努力で構成され、 2025年までに同社の世界売り上げの15%から25%を占めることを目標とし、インフラストラクチャと顧客の好みの継続的な開発としている。電気自動車プログラムの開発を監督するダイムラーのユルゲンシェンク取締役は会社が期待すると述べたエネルギー密度の電池技術の改善は2010年から2016年の水準から、 2025年までには年間約14%になるようにしていくことを目指す。ダイムラー AG はユーロで生産目標を達成するために、そのグローバルなバッテリー生産の資本拡張プロジェクトのために1億投資する予定で、リチウムイオンバッテリー半分はドイツコメンツのアキュモティブ司会者製造施設で専念。これは、 電気自動車の設計と開発のため同社最大100億ユーロの投資の一部に。車両は複合充電システム壁充電器、またはオプションのワイヤレス誘導充電システムを使用。AAA2017 のハイメンズ、メルセデスベンツコンセプト e クフ・メルセデスベンツビジョン EX、スマート EQ、4ージェネレーション EQ コンセプトの製品版である e ク e は、 最初の EQ モデル。2018年9月4日にスウェーデンのストックホルムで発表された。2019年に発売予定のコンパクトスポーツユーティリティビークルである。車両には2つの電気モーターがあり、1つは全車軸に、もう1つは5車軸にある。全輪駆動で出力は3 0 0トおよび 765Nm。バッテリーは床置きで。 推定範囲は 450km。その後、メルセデス・ベンツファミリーのほとんどを EQ コンセプト化し発表した。また、スマートはガソリン車をなくし、現在スマート EQ コンセプトの2代目を発表した。発売はしていない。メルセデス・ベンツは2017年のフランクフルトモーターショーでコンセプト EQ を発表し、2番目の EQ モデルをプレビューした。ベースは メルセデスグラである。2020年に発売予定のコンパクトカーとなった。コンセプト EX 版は2019年のジュネーブ国際モーターショーで発表された。100kWh のリチウムイオンバッテリーパック、150kW 全車軸電動機、及び 400km 範囲。生産は2020年に開始。メルセデス V クラスがベースになっている e スと呼ばれる。 S, S クラスセダンのレベルにある電気自動車は2020年頃に生産が予定されており専用のメアプラットフォームに基づく最初の EQ モデルになる EK は C クラスに匹敵する低ランクのセダンで2022年までに生産される予定 EK はメア電気自動車プラットフォームをベースとする2番目のモデルであり範囲は 600kmGTP ベースの E 区 サブコンパクトクロスオーバー WLTP 推定範囲 499km は2021年のスケジュール E クックの隣にある別の SUV は10の電気式 EQ ラインアップを完成させる2018年3月3つの全電動スマートモデルは EQ ブランドのスマート EQ4 とスマート EQ4 とキャブリオ及びスマート EQ ファー4を使用するように ブランド変更された。2020年にスマートはガソリン車を販売終了する。e q モデルに加えて EEQ ブランドは 48V のマイルドハイブリッドシステムを使用するメルセデス・ベンツモデルに与えられている EQ ブーストの名前に拡張され、2018年末から予定されている第3世代のプラグインハイブリッドは EQ パワーバッジを着用。 この新しいシステムは、同じユニットの電動モーターとクラッチを備えた急速オートマチックと、組み合わされ、電動モードでのかなり長い航続距離と、わずかに速い 140kmH の最高速度の両方を約束している。2017年3月、中国の自動車メーカーチェリーは、993シティカーの電気バージョンに EQ という名前を使用していたため、 e q の使用に関して中国国家商務省の商標局に2015年以降苦情を申し立てた。この論争は2017年7月に解決され、気づいは数値モデルで EQ を使用し、アルファベットモデルで EEQ を使用する、メルセデスベンツを使用する権利を保持したほか、ジェネシスモーターズは韓国市場で EQ900 を使用しているが、フェイスリフト版では G92、 名前が変更されたため、論争にはならなかった。メルセデスベンツは、e、EQ、E クブ、EK、e、および EX という用語を商標登録している。ありがとうございます。